パリオリンピック・パラリンピックのメダリストたちが県内に凱旋報告です。パリオリンピックフェンシングの女子種目で史上初のメダルを獲得した女子フルーレ日本代表チームの凱旋セレモニーが今日沼津市で行われました。今日沼津市のフェンシング練習場 F3 ベースを訪れたのはパリオリンピックフェンシング女子フルーレ代表の選手たちです。女子フルーレ代表はパリオリンピックでカナダに競り勝ち、フェンシングの女子種目では初となる銅メダルを獲得。 F3 ベースでは今年4月にフェンシングの事前合宿を行いました。メダルを持って帰ってくるっていうのを宣言して出発したので、こうやって有言実行できて嬉しさと同時にすごいホッとできています。沼津の皆さん、取ったぞ。4人は明日から沼津市で始まるフェンシング全日本選手権に出場する予定です。